俺が高校卒業後18の時から40年近く勤めている家具を製造する町工場は一応週休2日だった。でも月に一度は土日も出勤させられた。それだけ工場は繁盛していて忙しかった。小さな町工場だったが日本を支える技術力を担っている。俺の誇りだった。その日も本当なら仕事休みの土曜日だった。わかちゃん、今日仕事だったの？作業着姿の俺を見て、すっかり馴染みになった小料理屋のおかみが言った。ああ、急ぎの仕事があるって社長から頼み込まれてさ。工場からそう遠くない駅前に何年も前からある小料理屋。その存在は知っていた。だが俺が店に通うようになったのが半年ばかり前からだった。きっかけは工場の同僚に連れてこられたからだった。料理の味は俺の口にバッチリだったし、値段も良心的で気に入った。それ以上に俺が気に入ったのが、店を一人で切り盛りするこのおかみだ。愛想が良くて気が利いて、それでいて悪酔いしたり悪態が悪かったりする客は毅然としてピシャリと叱りつける。色白の頬の線がすっとした顔に昔ながらの割烹着がよく似合っていた。俺が店に通い始めてすぐの頃、こんなことを尋ねたことがあった。おかみ、年いくつ？18。俺はつい、本当？と聞き返した。おかみは、そんなわけないでしょ？と大笑いし、俺も自分の間抜けさ具合を笑った。それからだろうか。おかみの俺の名前の呼び方が、若宮さんから若さんに変わった。そして今は若ちゃんに落ち着いた。うまいなあ、この塩辛。駆けつけ一杯のビールを片手に、俺がポロリと言った。若ちゃん、イカなら何でも美味しい美味しいって楽なお客さん。好物だから仕方ない。それにしたってこれうまいよ。どこのスーパーで買ったの？失礼ね。私が作ったのよ。今日あたり若ちゃんが来ると思って。俺は、そうかい。と言って、もう一口塩辛を食べた。おかみがその腕をじっと見ていた。この塩辛、まだあったら包んでくれない？金払うからさ。別にいいけど、そんなに美味しくできた？俺は、15年前に妻に先立たれた。当時10歳だった一人娘のため、弁当を作ったり、朝晩の食事を作ったりして、料理はできた。でも塩辛なんて自分で作ることはなかった。だからというかなんでか、俺はこの塩辛を明日、娘が連れてくる男に食べさせてやりたいと思った。明日、娘が家に彼氏連れてくるんだ。俺は娘の茜には、好きな人ができたらまずは俺に紹介しろと、堂々言っていた。俺もそうするからと、娘に言い聞かせた。明日、それが現実のものとなる。娘の彼氏との初対面、その彼氏にこの塩辛、どうかと思ってさ。おかみは、うん。と嬉しそうに微笑んで、十人前はあろうかという大量の塩辛を俺に包んでくれた。娘の茜が連れてきた彼氏は、家に来てからずっと和室の茶の間で正座したまま、凝り固まったようにしていた。俺は彼をもてなすために台所で料理をしていた。できたぞ、食べよう。娘の茜が緊張気味の彼氏を食卓に連れてきた。こんな手料理で申し訳ない。寿司でも取るかと娘に言ったのだけど。パパの料理食べて欲しかったから。私の親父の味だもの。彼氏は相変わらず緊張した面持ちで、改めて深々と頭を下げた。斉藤和明です。茜さんと同じ病院で研修医をしています。生真面目な男だと思った。堅苦しいのは抜きにしよう。俺はそう言いながら、缶ビールの栓をプシュッと開けて、彼に注いでやった。そして用意した料理を進めた。彼は、いただきます。と言って箸をつけた。俺と娘が彼、和明くんの反応を伺った。どう？味濃い？茜が恐る恐る聞いた。
うん、しょっぱい声。彼の素直な感想を聞いて、決して悪い気はしなかった。俺が、それは申し訳なかったと頭をかいていると、和明くんが言った。うちでは母親が健康のためと言って、塩分控えめにこだわりがすごいんです。さすがは医者一族と、俺は思った。でも作ってもらっておいて母には悪いけど、これくらいの方が僕好きです。美味しいです。和明くんはそう言うと、納得した顔で俺が作ったイカと里芋の煮物をがっつくようにして食べた。俺はそんな彼を素直でいい青年だと思った。娘の茜が、ほら、またイカ。と言って、和明くんに塩辛を勧めた。そして俺のイカ好きを説明した。俺はビールを飲みながら、二人に目を細めていた。塩辛ってあまり食べなかったですけど、美味しいです。作るの難しいんですか？俺には作れないよ。俺の好きな味だったから、もらってきた。和明くんはキュウリのぬか漬けにも箸をやった。そして、美味しい美味しいという。こっちも俺が作ったんじゃないや。スーパーで買ったやつだ。俺が声を上げて笑った。娘の茜も笑った。和明くんは恐縮がって顔を伏せた。数日後、俺はおかみの小料理屋に行った。おかみは俺の顔を見るなり、娘の彼氏との初対面の感想を聞いた。嬉しいのが半分、寂しいのが半分。どこにもいる父親のありきたりの気分だよ。ありきたりなら万々歳。それでみんな幸せに生きているんだから。営業中には滅多に飲まないおかみが、一杯ごちそうして、と言って、俺のキープボトルの焼酎を飲んだ。他にも客は何人かいたが、そっちはほとんどほったらかして、おかみは俺からの話の続きを聞きたがった。俺はおかみの塩辛が好評だったと、まずは報告した。それからはおかみに尋ねられるまま、娘と娘の彼氏の和明くんが同じ勤め先の大学病院で知り合ったこと。娘は病院の事務員。和明くんは一般外科の医局に所属する研修医であること。そして彼は代々が高学歴の医者一族に育ったことなどを話し、彼の父親はその病院の医局長で教授なんだそうだ。父親はお偉いさんだ。おかみの言葉を聞いて、俺も同じようなことを和明くんに言ったのを思い出した。その時の彼の反応が奇妙におかしかったと、おかみに話した。急にムキになるんだよ。人様から偉いと言われるのはありがたいことだけど、自分の父親は自分で自分が偉いと思っている。特権階級かなんかだと勘違いしているって、そこが嫌いだってムキになるんだ。あら。私、お目にかかっていないけど、その彼気に入ったわ。俺は、おかみのお墨付きをもらったなと、焼酎の入ったグラスをかざした。すると、すかさずおかみが自分のグラスを手にして乾杯した。次の週末、娘の茜は朝から緊張気味で、おろしたてのスーツを着込み、外出の準備をしていた。今度は娘の茜が、和明くんの両親に挨拶に行く番だった。このまま二人が順調に交際し、結婚ともなれば、その時は、俺とあっちの両親で挨拶かと、俺はその場面をぼんやり思い描いた。するとそこに、茜の携帯の着信音がした。え？中止？携帯に出た茜の顔色が、みるみる青ざめていった。電話の相手は和明くんで、この日茜が彼の両親と会うのは取りやめになったと知らせてきた。それから間もなくして、和明くんが事情を説明しに、我が家に駆けつけてきた。彼は数日前、両親にこの日の午後は会わせたい人がいるので、体を開けて家にいてほしいと頼んだそうだ。詳しいことはあえて黙っていたという。話せば、父は頭ごなしに茜さんとの交際に反対すると思ったんです。だから、茜さん本人にとにかく会わせようと思ったんです。会えば気に入ってくれると思ったんです。病院の人事も司る医局長の彼の父親は、和明くんが医大での友人か後輩を
病院で雇ってほしいと連れてくるものと勘違いしたらしい。その後和明くんが当直だったり、父親が学会で家を空けたりして、今日のこの日まで顔を合わせる機会がなかったそうだ。一方彼の母親は母親の勘で息子が会わせたいのは恋人だと察していた。そして前夜、それを夫に話した。今朝、母さんはこう言ってるが、そうなのか？と父に聞かれました。彼は仕方なく全てを白状した。すると何をしている娘かと父親から問いただされた。彼が病院の事務員だと明かすと、父親は鼻で笑った。そして、遊びで付き合う女の子をいちいち連れてくる必要はない。結婚相手にしたい子だけでいい。と言った。だから茜さんとは、僕結婚を前提にしているって。和明くんはそう言うと、悔しそうに歯を食いしばって、隣で話を聞いていた茜の手の甲に、しっかりと手を重ねた。俺は無性に、いたたまれなくなった。そして後先のことは何一つ考えずに、和明くんが両親と暮らす家を訪ねた。閑静な住宅街とは、こういうところだと思った。その中でもひときわ目立つ豪邸が、彼の実家だった。今日お伺いする予定だった、娘の父です。ぜひお話がしたく、参上しました。インターホンで俺が名乗ると、門が開いて、中に通された。通されたと言っても、玄関先まで。和明くんの父親が不機嫌を隠そうともせず、俺の頭の上からつま先まで、寝踏みするように見た。ぶしつけに職業を聞かれた。俺は家具を製造する工場勤めの職工だと答えた。ジムの小娘が玉の輿に乗ろうと、うちの息子をたぶらかしたと思ったが、そうか、親の入れ知恵だったか。そう言って、俺の背後をキョロキョロ見た。そして、母親はどうしたという。俺は、妻は15年前に病気で亡くし、ずっと不死家庭だと答えた。事務員で親は工場勤めというだけで、うちの息子と付き合う資格がないのに。その上片親の不死家庭かね。話にならんよ。どうぞお引き取りを。俺は腹渡が煮えくり返って、もう少しでぶん殴ってやるところだった。でも俺がそれをやったら、もう後がなくなる。俺は耐えに耐えて、その場は引き下がった。俺は娘の茜に携帯で、ダメだったとだけ一言告げて、おかみの小料理屋を訪ねた。あら、若ちゃんどうかした？道に落ちてる犬のでも踏んじゃったみたいな顔して。俺は焼酎を立て続けにやりながら、今日一日の出来事を話した。けどよ、考えてみれば、親の許しがないと結婚できないなんて時代じゃないよな。あっちの親が反対でも、俺が応援してやればいいだけのことだ。するとおかみが言った。それはそうだけど、みんなに祝福してもらえることに越したことはないんじゃない？でも、あの父親が相手じゃな。俺には手も足も出そうにないよ。あそこの大学病院のお偉さんでしょ？代々医者の、なんて名前？斎藤。息子の方が和明だけど、父親の下の名前までは知らねえ。俺が言うとおかみは、口の中で、斎藤斎藤と繰り返して、何かを思いついた顔になった。ね、一席設けてよ。不死家庭だと見下されたのなら、それだけは返上できる。俺が5歳を迎えることになったと先方に伝えてみてはどうかという。そして、5歳役は自分が引き受けると、あまりに唐突なおかみの申し出に、俺の頭はついていけなかった。若ちゃん、悪いようにはしないから。あ、じゃあ分かった。おかみの言う通りにするよ。こうして俺は、和明くんを通じて、彼の父親と再度の面会を、どうにかこうにか取り付けた。おかみの発案通り、彼女が俺の再婚相手として、先方の自宅に赴いた。俺とおかみは、応接間に通された。茶の一杯も出されることはなく、あちらの父親は10分以上俺たちを待たせてから、姿を見せた。息子にどうしてもと頼まれて時間を割いたんだが、手短に願いたいね。宣戦布告だった。まずは俺が再婚するので、不死家庭ではなくなると説明した。それが何か？私どもとは関係ありませんな。町工場ごときの職工を父に持つ、
病院の事務員というだけで十分家柄が違うと、この前と同じ言い草を繰り返した。ちなみにそちらさんは何してらっしゃるの？工場のパートとか。いかにも人を馬鹿にしたような口ぶりで和明くんの父親が言った。小料理屋のおかみをしております。おかみが毅然と言った。小料理屋？水商売の方か。まあ工場の職工にはお似合いだな。和明くんの父親はそう捨てセリフを吐いて部屋を出ようとした。その彼におかみが静かに声をかけた。斉藤くん、いつからそんな人間になっちゃったの？和明くんの父親が唖然としておかみに振り向いた。斉藤くんだと？覚えてない。私、あなたの家庭教師だった増田美香です。和明くんの父親が目を見開き、微動だもせずにおかみを見つめた。おかみはそんな和明くんの父親をよそに俺に向かって語り始めた。彼女は成績優秀な子供で、高校を卒業すると一流大学の理系学部に進学した。将来は研究者を目指していたが、親が事業に失敗して自己破産。奨学金を得て大学に残る道もあったが、諦めたのだという。大学一年にやってた家庭教師のバイトの教え子、それが斉藤くん。ね。和明くんの父親はそっぽを向いた。おかみが続ける。勉強も見てあげたが、恋の相談にも散々乗ってあげたと、高校生の斉藤青年が恋に落ちた相手は、生活保護を受けている貧乏な母子家庭の娘だった。それを知った斉藤青年の両親が身分が違う、家柄が違うと猛反対した。斉藤くん、あの頃、先生身分ってなんだ？家柄ってなんだって悩んでたよね。悔しいって涙流してたよね。だから、あの当時私はまだ世間知らずの子供だった。それだけだ。俺は二人の間に挟まって、ただあたふたしていた。そう。でも、昔のよしみで、これだけは言わせてもらうね。おかみは、和明くんの父親が、俺の娘と、和明くんに対する仕打ちは、高校生だった彼が、両親から受けた仕打ちを繰り返しているだけだと言った。和明くんの父親は、微動だにしなかった。失礼だけど、奥様とはお見合い？それとも恋愛結婚？家柄が気に入った？身分が相応だった？それだけだとしたら、奥様随分とお気の毒ね。おかみの毒のある言葉に、仁王立ちだった和明くんの父親が、膝をがくりとさせた。それから半月ほど後、おかみが据えたお灸が、聞きすぎるほど聞いたらしかった。娘のあかねが、和明くんの両親から招かれて、挨拶をしに行くことになった。俺はすぐにおかみに報告しに行った。おかみは、それは良かったと喜んでくれた。でもよ、一つ引っかかってることがあるんだ。あら、どんなこと？仮に今後、トントン拍子に、娘のあかねと和明くんの結婚話が進んだとする。親同士も正式な結婚挨拶をするだろう。この前は、口から出まかせて、おかみを俺の再婚相手としたが、現実には、男やもめのままだ。だったらさっさと再婚しなさいよ。おかみは不機嫌そうに言うと、自分が再婚相手を演じたのが、俺の娘たちのためだけではないと、演技しただけではなかったと、乙女みたいにはにかんだ。娘のあかねと和明くんが順風満帆で、結婚も時間の問題だった。俺は二人を、おかみの小料理屋に連れて行った。第一には、好きな人ができたら紹介するという、娘との約束を果たすためだ。おかみの増田さん、増田美香さん。ほら、俺の好きな塩辛の。俺がおかみと娘たちを引き合わせた。パパが好きなのは塩辛だけ？おかみさんもなんじゃないの？娘にツッコミを入れられた。俺は、親をからかうものじゃない。と言いながら、おかみの顔を見た。おかみは、嬉しそうにして微笑み返した。そして、娘のあかねに言った。どうだかわからないわよ。あかねが、パパはどうなの？とせっついた。俺は聞こえないふりで、
おかみに言った。おかみに一つ頼みがあるんだ。あら、何？塩辛？俺がこの日、おかみの元を訪ねた第二の目的を果たす時が来た。娘と和明くんが結婚式を挙げることになったら、その時は出てやってくれないか。新婦の母親としてだ。だからその、と俺が上着の内ポケットをもぞもぞやっていると、おかみが言った。入れたいなら入れたいって、はっきりしなさいよ。席を入れたいって。俺は内ポケットから用意してきた婚姻届を取り出した。